ズアップです。なんとですね、マリ選手、マリ選手もやってもらおうよ。マリ選手やりましょう。覚えて、今日ぜひ覚えて帰ってください。はい、ツルザップです。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、はい、ツルザップです。はい、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 今日ですね、なんとマリ選手を発見しましたので、ちょっとコメントいただこうかな。そうですね、パンチャン戦が決まってますからね、ちょっとそこの、はい、よろしくお願いします。そうですね、11月の6日8日です。はい、8です、はい、この間チャンピオンになったパンチャン選手と試合が決まってますね。何かどうですか、意気込みというか何かありますか。そうですね、パンチャン選手すごい知名度があって、今無敗でチャンピオンになられてるんで、すごいいいタイミングでチャンスをいただいたなって思います。無敗ね、勝ったら美味しいですね。そうです、相性的にどうですか、試合の。そうです、前回の試合で首相撲をすごい使ってたと思うんですけど、なんか今回打撃で来るみたいなことを言ってたんで、うん、私的には打撃で来てもらって打ち合ってしっかり勝ちたいなと思います。ね、前回多分タイトルマッチでとりあえずとかね、ベルトは絶対取らなきゃいけないっていうところで多分ね、首相撲に徹して、まあね、あまり面白くない試合でもとりあえずベルトはっていう感じで来たと思うんですよね。チャンピオンだと一発目でしかもメインなんで、結構盛り上がる試合をするんじゃないかなって。で、結構ね、殴りに来てくれたらもうチャンス到来ですね。そうですね、はい、前回ライズの、はい、小林真奈蔵さん、真奈蔵選手、はいはい、とあれですね、急遽のオファーを受けて、しかも普段46とかでやってるんだけど52、はい、ね、6キロですよ、6キロ。ありえないよね、ありえない、うん、ライド級61の男でね、61のライド級で6キロって67なんですか、ありえない。それでしかもね、判定まで行って、しかもいい試合でしたからね。僕あの試合で初めてちゃんと試合を見させていただいたんですけど、もうパンチがめちゃめちゃうまいですね。うん、パンチは何ていうのかな、こう柔らかいというか、うん、っていう印象ですね。あとステップがね、先ほども避けるときにステップですからすごいステップ、それ映してないですけどね。で今回はね、その自分のベスト体重ですもんね、はい、っていうことなんで、どうですか仕上がり具合は。そうですね、打撃の技術ではもう絶対私の上だと思ってるんで、そうですね、勝つ自信があります。楽しみですね。まあ、マリ選手はあれですかね、やっぱボクシング技術がすごい優れてて、ね、まあ桃香選手とか、あと佐藤玲奈選手とか、結構、まあ、桃香選手ね、最後はちょっと負けちゃいましたけど、結構圧勝して勝ってたりとかですね。佐藤玲奈選手も結構ね、大盛りでやった時結構圧勝してましたもんね。パンチね、パンチテクニックはうまいですよね。なんてだってね、ジム名がナックルジムですもんね、うん、そうですね、パンチを強くなるためにすごいですね、いっぱい練習もされてるみたいで。そうですね、ばっかりですね、キックばっかりで、はい、ナックルズジムで、はい、キックばっかり、うまくまとまってないです、うん、そうですね、ちょっとつやさん、つやさんちょっとゆっくり喋ってもらって、コメントが聞き取りづらいんで、はい、すいません、マリ選手も初めてだから多分困ってると思いますね。ちょっと意表をつかれた感じで、うん、はい、ではその後もまた試合決まってるんですよね、はい、パンチャン戦の後に、エリカ選手、はい、ね、ライズにもこの間出てましたけど、エリカ選手と挑戦者決定戦、そうです、勝ったら桃香選手に、はい、なんかリベンジって感じですか。そうですね、1回負けちゃったんで、前回のタイトルマッチで今回リベンジということになります。しかもタイトルマッチということで、はい、結構ね、大事な試合が続きますね、はい、はい、ということで何か最後僕そうですね、次やっぱエリカ選手今ポッと出てきて、はい、やっぱ強い、この間も寺山平田戦で、はい、かなり名前、まあ、平岡琴選手にも勝ってるし、どうですか、まあ、試合的に自信というか。そうですね、エリカ選手も首相撲がすごい強いという印象があって、うん、フィジカルが強いんだなっていう印象で、技術っていうのはないなって正直思ったんで、うん、やっぱり技術を見せれる試合をして勝って、でまた桃香選手に挑戦して、私がもう1回2階級目のアトム級のチャンピオンになりたいと思います。ちなみにミネルヴァでは今2階級制覇した選手一人もいないんですよね。そうです、前回だから
2回急制覇狙っていって負けてすごい悔しかったんで、うん、私が最初の2回急制覇をしたそうですよね。引退した楓選手も今な引退した方の楓選手もやっぱ階級上げて勝てなかったですから、やっぱねミネルヴァ2階級初のチャンピオンを目指しているということでいいですか。はい、はい、一番の目標が今それです。そうですか、一番の目標ですよ。はい、はい、エリカ選手とのね試合はフィジカル対技術ですか。うん、ちょっと面白そうですね。いやこれはちょっと ねすごい試合になりそうですね。打ち合うから打ち合いになるとやっぱどうなるのかなっていう ねちょっと僕はあんまりこう言えないんですけど立場上、でもちょっとすごい試合になりそうですね。多分パンチの打ち合いになるとやっぱ結構今までみたいにエリカ選手もいかないんじゃないかなっていう、はい、パンチは得意です、ね、僕も何回ももうせね試合見てますから丸選手のセコンドにもついたことあるんで、Jネットさんで出た時にね、まだ10代の頃でしたね。あの頃からもうずっと続けられてるってやっぱすごいと思うんで。なるほどなるほど。で、ね、ちょっと最後にですね、キック以外で何か好きなものあれば教えてください。なんだそれ。はい、キック以外、うん、なんかありますか。何かアニメとかものとか食べ物とか何でもいいですよ。食べ物は寿司が好きです。じゃあ試合に勝って美味しいお寿司を食べてください。ええ、ちなみに今日あのスニーカーがエアマックス90、はい、これお気に入りです。ね、これ可愛いですね。僕もナイキです。あ、冗談で。はい、僕もナイキなんで。まあ、いいですね、この話は。ナイキがやっぱね。皆さんぜひナイキを。そうですね。じゃあ最後に意気込みどうですか。ね、はい、じゃあお願いします。いつの意気込みですか。じゃあまずはまあとりあえずパンチャン戦でお願いします。パンチャン戦はすごい美味しい試合なんで絶対勝って私が初黒星をつけます。はい、ということです。どうですかツルタップ。はい、美味しい試合パンちゃんをね美味しく召し上がっていただいて、その後のエリカ選手との試合も楽しみですね。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということでマリ選手でした。はい。